と上がってきましたアイオーロス純です。3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。さてこの試合も久保久保秀幸さんを交えてお届けしていきます。久保久保さん、さてこの両者ですけれども、はい、どんな印象をお互いにありますかね。そうですね、やはり原内選手ですね、はい、あのデッドアライブトーナメントですね、わずか3戦目に出てきてですね、はい、優勝した内藤選手と延長ラウンドまで戦ったというですね、はい、で内藤選手がやっぱり一番、まあ、警戒してて苦戦したっていうように言ってたんで、やっぱ末恐ろしいとはこのことですよね、うん、そうですね、はい、現在19歳という年齢、4月9日に誕生日を迎えて20歳になります。一方のアイオーロス純、また面白いというか、なかなかこうキックボクシングがないような、はい、そうですね、はい、このキャラクターはなかなかないですね。あ、まあ、あの体がね、やっぱりあれがっしりしてるんで、パワーは相当あると思うんで、はい、そのパワーを見せつけられるか。ただこの熊子さん、原口はこのごっつくてタフなタイプは苦手ですと話してましたね。あ、でも原口選手結構ね、うん、そういうことを言う選手なんで、なんか弱気なことをやたら言うんで、あ、なるほど、はい、あまり当てにならないですね。なるほど、私が負けてる感じです、はいはい、ただあのやはりこう技術があって、上手い選手の方が自分としては戦いやすいと、そういう話をしてましたね。あ、なるほどですね。ある意味そのあたりの隙を狙っていけるタイプだと自分は話してましたけれども、逆にこう前に出てくるタイプに対しては、その突っ込んでくるところをいかに出入りを含めて、距離を取っていくかが重要になってくると話をしていました。まあしかし相手さん落ち着いてますよね。これ何戦目ですか。5戦目ですよね。そうですね、はい、5戦目とは思えないあれですね、落ち着きぶりですね。原口選手はこれまでは4戦戦って3勝1敗、その1敗が先ほどからご紹介している11月23日右のストレート、11月23日デッドアライブトーナメントでの内藤大輝に敗れた、その1敗です。昨年はジャパンカップ2017 57キロ級のトーナメントで見事に優勝を果たしました。その優勝の肩書きを引っ提げてデッドアライブトーナメントに出場しました青コーナーの原口健人です。アイオーロス純は自分の新しい一面を見せたいと、気持ちを変えたいということで短髪から長髪に変えました。いいですね、ミドルだ、右のハイ、左のハイ、今もミドル、ハイ、ミドルですからね。そうですね、はい、ああもうこれもパンチも見事な出てきます。そうですね、はい、まあ、プロボクシングでね、西日本のですね準優勝までいってますからね、新人王戦の。そして前蹴りのボディに効かせる蹴り、詰めてった。ああいうあのアイオロス選手はああいう風に言った方がいいと思いますね、はい、まあ、あの相手が綺麗に戦おうとしてるんで、はい、それを乱すような戦い方ですよね。いや、この後楽園ホールに見事な音が響きます。どよめきが起きてますね、蹴った音を聞いての場内のどよめき、それだけの重さを感じられる原口、そのミドルです。細かい感じのローも出してきます。バックキック、連続技からのバックキックですね、はい、はい、あー飛び際ですね、飛び際、技が多彩ですね、苦手だという話は全く嘘のような、とにかく自分のペースで戦い続けます。原口健太、二段蹴りですね、ダウンです。ゴングと同時の二段蹴り、その蹴りが顔面を捉えましたけれども、そしてここで第1ラウンド終了のゴングとなります。アイオーロス純はその挑発に、そして自分を変えたいということで、自分のパターンを変えたい、自分が最初に思いつくことを避けて新しいものをチョイスしていくということで、この試合に臨んできている。あの久保久保さん、財布も普通の財布からキティちゃんの財布に変えてました。意味わからないですそれが一体どういう影響があるんですか自分の新しいところを見つけるためです。なるほど、はい、そういう気持ちも出して臨んでいるアイオーロス純。いいですよ、いいですよ、アイオーロス選手いいと思います、これ、はい、どんどんいった方がいいですね、この詰める感じがいいですね、はい、はい、しかし迎え撃つ、中途半端に上げるとああやってあの打ってちゃうんで、はい、いや、この蹴りも的確です。いや、目がいいな、よく見てますね、うん、はい、下がりながらももらわずに、そして相手を当てていきます。うまく距離を取る、詰めてきたところでバックキック、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、
いいですね、パンチだけで終わらないですもんね、やっぱこう出てきたところであれだけ打たれるとなかなか出れなくなりますね、またそうですね、はい、やっぱね合わせるのうまいですしね、そして離れ際もまたパンチ出してきます。手を伸ばしてもなかなか届かない、すごい目がいいですよ、はい、左アウトローから下がりながら、うん、右のストレート右、相手との距離に合わせて、ね、あの構えもスイッチするんで、はい、あのいい距離で打ちますよね。アイオロスもとても才能があって器用な選手、スイッチするところが難しいところだと話をしていましたが、それをこの試合も見事に披露している原口健人。第1ラウンドに2つダウンを奪われたアイオロス、顔面も切れてきて出血して、あそしてタオルが投げ込まれて試合終了、ノックアウト。そしてリング上でのバク宙、いやもう狙いすましたワンツーでしたね、はい、その前にワンツー2回入れてるんですけど、その2回で距離を調節して、はい、と最後の右ストレートが一番いい、あの角度、あのスピードと距離で打ちましたよね。なるほど、こう試合の中で相手との距離感というのを、はい、うまくこう自分の中に取り入れながらってやってますね。はい、その構えのスイッチするもそうですし、自分の距離自分の距離プラス、その距離に的確な、あの技を出してますよね、技を選択して出してますよね。そしてこうスーパーフェザー級の